いつもご視聴ありがとうございます。こんにちは、ルチカール店長です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、大人が春夏1枚持っておくとすごく便利だよっていうアイテムをご紹介したいなと思っております。それはニットの羽織物。だんだんね、暖かくなってきまして、日中はね、半袖着たいなっていう気分になってくると思います。その際に常々申し上げてるんですが、大人の方は半袖の T シャツはニットTをぜひ着ていただきたいと。もう格段にね、見た目が違います。すごく上品に見える、大人っぽく見える。T シャツをね、ニットTに変えていただくだけで全然見た目が変わります。ただね、その半袖のニットTを1枚で着るのもあまりおすすめしない。必ず何かを羽織っていただく。もちろんね、しっかりしたジャケットを着ていただくのもいいんですが、今は気分的にニットを合わせる、そんな流れです。なのでちょっとカジュアルにも見えて、でも綺麗め、そんな着こなしの時に確実に役に立つのがニットの羽織物です。大人は必ず半袖の上にも何か着ましょうということなので、今すぐ活用していただけるものから、ちょっともう暑いなっていう時期でも使っていただけるような最強のアイテムをご紹介していきたいと思います。まず1つ目、ニットジャケットです。ちゃんとジャケットに見える、きれいめに見える形のもの。 PT トリノ、この春からトータルブランドになりました。その中で、ね、ニットジャケット、シングルとダブル、黒とネイビーで揃えております。その中からダブルブレストの金ボタン、これがね、ちょっと人気になるんじゃないかなという感じです。こういうニットにすることによって、かなりね、こなれ感が出ますし、それでいて金ボタンで差別化できる。でしかも結構ね、地厚なんですよ。あんまりペラペラじゃない、もう年間通して着ていただけると思います。秋も着れます。はい、こんなそれなりにジャケットっぽく見えるニットジャケット。今度はカーディガン寄りのジャケットです。一応テーラードの形はしてますよっていうぐらいです。なので普通にカーディガン着るよりかはかなり上品に見えるし、ジャケットっぽく見える、でも少しね、カジュアルっぽくも見せられる、そんなアイテムです。今グランサッソだったんですが、同じくグランサッソでボタンレスのカーディガン、これはカーディガンです。僕も持ってるんですが、これは本当に真夏も重宝します。これもう何年か続いてるアイテムなんですが、夏場ニット T シャツですね、半袖のニットの上にこれを羽織る、もうこれだけですごく上品になる。そしてね、これボタンとかついてないし、裾がリブとかになってないので、いわゆるカーディガンとはまたちょっと違う、着流す感じのイメージですね。さっと羽織って、ちょっと袖まくりなんかしてね、すごくかっこいいので、これおすすめです。で、最後が今回ね、新しく入れたブランドなんですが、ピリッツというブランドです。これね、パイル生地ですね。夏場になんか汗吸収してくれそうで好まれますよね、パイル地って。でこれパイル地なんですが、よく洋服に使われるパイル地よりも目が細かい、細い糸、パイル地では使わないぐらいの細い糸を使っているので、パッと見が上品、きれいめなニットジャケットに見える。そしてショールカラーになってて、ボタンもついていないでね、一応ね、脇ポケットとかもついてるんですよ。こんなのをカジュアルに羽織る、リゾートスタイルで合わせられる時に温度調整、体温調整のためにこんなのを羽織る、めちゃくちゃかっこいいです。こんなのも新しい流れですね。はい、こういうね、今注目されてるニットの羽織物、これを順番に着ていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。はい、まずはこのね、春夏さらに注目されてるホワイトパンツです。 PT トリノのものですが、コットンのストレッチ、細めでね、綺麗だと思います。爽やかですね。それにジョンスメドレーの今話題の半分ウールの半分コットンってやつなんですけども、めちゃくちゃ肌触り、それの半袖のポロシャツバージョンなんですが、もうね、気持ちいいです。そしてこの独特の色合い、これはね、このウールシリーズにしかないお色なのでまた人気なんですが、ニットポロ、襟の立ちペチャってなっちゃいませんかっていうことをよく聞かれるんですよ。僕もそれが苦手で、ジャケットとか着ることが多いので、ある程度襟がね、立ち上がるようなもの、基本的には大襟付きのシャツのように見える襟のポロシャツを選ぶようにしてるんですが、ジョンスメドレーのニットはペチャってなりますかってことなんですが、ならないです。これね、大襟とかついてないんですよ。でもちゃんと立ち上がるように作られてるので、ジャケット合わせにも相性がいい、そんなイメージです。じゃあこんな感じにジャケット着てみます。はい、 PT トリノから登場したニットジャケット、ダブルブレストですね。こうやってボタンを閉めるっていうのもいいんですが、ニットジャケットなのでゆるっと着たい、全部ボタン外してラフな感じに着ていただく。でね、襟めちゃくちゃ立ち上がるわけじゃないですが、ペチャッとはならないです。
ある程度エリートして成り立ってる感じですよね。はい、グランサスタのボタンレスカーデですね。この丈感がちょっと長い感じが抵抗感あるんですっていうおっしゃる方いらっしゃるんですが、これ以上長いとちょっとねレディースっぽくなるので絶妙な丈感だと思うんですね。程よいジャケット丈感ちょうどいいと思います。こんなニットポロにも相性いいです。そしてこのカーデ白じゃないので白と着ても大丈夫。色合いが若干変わるので白合わせいいと思います。下に重たい色持ってきて中に真っ白なニットで着てもらってもいいと思います。はい、続きましてはもうちょっとねドレス寄りのパンツにニットティーという組み合わせにしています。これねインコテックスの大定番モデルですね。35型ノープリーツのウールパンツです。もうこれ1本あるとね本当に便利です。夏場ねウールパンツ履くっていうのは結構涼しいのでデニムとかよりも快適です。でグランサッサの12ゲージソフトコットン大定番の人気アイテムです。その中からこういうオリーブ系カーキそんな色を着てみました。今回ね全ニットブランドの T シャツでこんなような色を採用しています。定番の白黒ネイビーそれに続きこのカーキ系の色1枚あると本当にねいつもと違った雰囲気が出るし結構何にでも合います。色目あんまり問いません。はいちょっと着てみますね。はいまずね PT トリノのネイビーのダブルブレスト金ボタンですにグレーのパンツにカーキのニットティーいかがですかね。大丈夫かなと思います。これが白ネイビーブラック何でも合うと思いますがこんな色も相性いいです。はい、グランサッソのテーラードのカーディガンですね。はい、PT のニットジャケットよりもさらにカーディガン感があると思います。意外と最近お仕事にこれ使う方増えてきてます。それぐらいカジュアル感が進んでるってことですね。はい、これブラックです。さっきネイビーでした。これブラックでグレーにカーキこれも合ってると思います。大人っぽくなりますね。白とかにするとかなり爽やかな感じになるんですがカーキにすることによってすごく渋くなります。はい、いかがですかね。こういったベージュ系のお色大丈夫ですね。ちゃんとまとまってると思います。はい、続きましてはちょっとね今時な感じもお見せしたいなと思ってこんなスタイルしてみました。はい、太めのパンツですよね。渡りは結構あって、裾にかけてテーパードしている人気の形です。ベルウィッチのスコッチというモデル、我々世代でもね履けるなという今時パンツとしてすごい人気です。はい、若い子のパンツみたいに全体にダボっとしてないのが多分いいんだと思います。程よく品もありつつちょっと今時感を出せるそんな感じですね。この素材がねまた今いいんですよ。これ定番なんですがこの伸びです。全然シワにならないです。こんなクッと持っても元に戻ります。タラタラの柔らかい素材、夏場ねこれぐらいゆとりがあるとあんまり暑さを感じない、そんなメリットもあります。そして靴ですね。はい、レザーのスリッポンとか合わせていただいてもいいんですがより軽快感を出すために今話題のザ・ギークのスウェードバージョンいいですね。この薄さそして先端の尖り具合こういったねドレス系のパンツにも馴染みがいいです。そしてボーダーです。無地ばっかり着てる方多いと思います。我々世代ね結構ボーダーの T シャツとか苦手だよっていう方多いです。僕もそうなんですがかなり大人っぽく見えるボーダー T グランサッソにありました。はい、黒とブラウンこの配色に細めの白をねかませることで爽やかさも保ちつつシックな感じに見せてくれる。それでいて無地とはだいぶ差別化してくれるので評判いいです。はい、じゃあこの上にジャケットを着ていきますね。はい、やっぱりね特にこういった柄物1枚で着てるより何か羽織ってる方がチラ見せで着るのがいいですね。こんな感じのニットジャケット羽織っていただくとバランスよく着ていただけるかなという感じですね。はい、フィリッツのパイル生地のニットカーデですね。いかがですかね。バランスもねいいですね。こういったパンツにもよく合います。細いパンツにもちゃんと合うので使えますね。これショートパンツとかね履いたりしてもかっこいいと思います。はい、これ他のアイテムと違ってこういったねこの辺の太さとかあるので半袖の上にも着やすいです。はい、ちょっとドロップショルダーでゆるっとした感じ、そして何よりパイル生地サラッとしててね肌にベタつくことなく着れると思います。気軽な感じに思えますが品よくいいですね。
はい、というわけで今回はニットの羽織物についておすすめをご紹介させていただきました。暑くなると半袖1枚でいたいなっていう気持ちはあります。ただやっぱりね、大人の方は何か羽織る、今気分としてはこういうニットをねラフに着ていただく、そんな感じが上品でおすすめです。今回も長い時間ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。